70年代から80年代に大ヒットした太陽にほえろという伝説のドラマで、ボンといえば田口亮刑事役の宮内潤さんですが、8月14日に直腸がんのため旅立たれていたことが分かりました。享年70歳だったそうです。ずいぶん前からお姿を見かけませんでしたが、不祥事やスキャンダルも聞かず謎のままでした。気になったので調べてみることにしました。宮内潤さん、本名は宮内博文さん、生年月日は1950年5月28日生まれで、愛媛県のご出身だそうです。かなり裕福な地主の家に生まれたので、ドラマでもボンと呼ばれても違和感がなかったのかといえばそうではなく、父が他人の借金の連帯保証人になってしまい、肩代わりせねばならなくなって、どんどん追い詰められて借金を返せなくなり、遠い親戚を頼って大阪に移り住んだのだそうです。その後父親はサキイカの製造機の設計に成功して再び裕福な暮らしに戻ったと思った矢先、宮内さんが中学2年生の時に父が肝臓がんに侵され他界してしまったのです。それからは母親と二人きりで暮らしたそうです。宮内さんは実際にボンボンとして生まれながらも、一時は家族と夜逃げ同然で故郷を離れなければならなかったのですね。大阪府立阿倍野高等学校を卒業した後、西南学院大学を中退していますが、中学生高校生の頃は182センチという高身長だったためか、バスケットボールをやっていたそう。逆にとても意外なのですが、幼少の頃は航空機のパイロットに憧れ航空大学校を目指しましたが、皮肉にも猛勉強のしすぎで視力が低下、航空大学校の身体検査基準を満たせず、あえなくパイロットの夢を断念せざるを得なくなり、それから芸能界を目指したのだとか。いくつかの小劇団を渡り歩いた後、1974年文学座附属演劇研究所に入所。実は研究所に入れた理由は、学科試験だけなら完全に落第でしたが、受験者の中で一番背が高かったことで合格できたということです。何が幸いするかわからないものですね。そんな宮内さんに千載一遇の大チャンスがやってきます。1975年人気ドラマ「太陽にほえろ」に無名ながら田口刑事ことボンの役で大抜擢され、一躍人気者となりブレイクします。知らなかったのですが、レギュラー出演の前にテスト出演で、数話前に本名の宮内博文で大学柔道部員役で出ていたのだとか。さてこの新米刑事役はといえば、当時はこの役をもらったということはスターの座を約束されたも同然、当時の若手俳優ならば誰しも喉から手が出るほど欲しかったはず。初代は萩原健一さん演じるマカロニこと早見純刑事から、2代目松田優作さんのジーパンこと柴田純刑事、そして勝野洋さんのテキサスこと三上純刑事の次の4代目の新米刑事としてデビュー。あの太いもみあげにパンタロンは印象的だったのを覚えています。そういえば宮内さんの時初めて役の下の名前の読みが順ではありませんでしたね。なんといっても代々目玉だったのは、度肝を抜く感動的な殉職シーンでした。しかも自分の前には後世に名を残す名優3人がその役を演じたのですから、プレッシャーも半端なかったと思います。しかしプロデューサーからはボンのキャラについて母性本能を刺激するような甘さを出して女性ファンを増やせと予想外の支持をオファーされたそうです。しかしこれが見事にはまって、実際ボンの出ていた頃は視聴率が最も高かったそうです。
しかも街を歩けば警官から敬礼をされ、検問も顔パスだったそうです。それだけ親しまれた証ですよね。またファンからの延命嘆願の大量の手紙が当時の警視総監に送られ、番組として1年殉職を延ばしたほどのとんでもないエピソードまであった。ボン最後の日の1979年7月13日、13日金曜日、ボン最後の日のタイトルを冠しての伝説の殉職シーンでは、犯人に撃たれ伝統の白装束のサファリスーツを血で真っ赤に染めながら無念の最後を迎えたのです。世の大勢の女性ファンは大きなショックを受け、悲しすぎてやけ食いが止まらなくなったといいます。同年、人気青春ドラマの朝日が丘の大統領の主演に抜擢され、安息こと大西先生役を演じますが、このドラマもその前に大ヒットした中村雅俊さん主演の夕日が丘の総理大臣の後でしたから、期待が高かったんですね。ここでは挿入歌で青春の旗を振れや俺とお前とも歌っていましたね。生徒役には総理時代から継続で井上純一さんや藤谷美和子さんも出演されていて、相手役の女教師は片平渚さんでした。もちろん不動のバイプレイヤー秋野太作さんも出ていました。宮内潤さんの代表作はこの2つとなります。少ないようですが、どちらも強烈な印象を残しました。他には1979年映画悪魔が来たりて笛を吹くに出演、また伝説のリポビタンディの CM で、あの有名な掛け声、ファイト、イッ、パーツ、といった最初の俳優の2人は、勝野洋さんと宮内潤さんでした。明らかに、太陽にほえろの人気に、便乗した CM でしたが、しかし、この後の出演は少なく、最後は、1983年ドラマ、あとは寝るだけ、の出演が最後となっています。本当に仕事のオファーがなかったとは思えないのですが、この後は目立った出演はなく、ぷっつりと芸能界から姿を消しているのです。なぜなんでしょうか。その後はどうされていたのでしょうか。宮内潤さん、わずか8年で俳優人生にピリオドを打ち、何をしていたのかというと、とても想像もつかないことだったのです。1986年から影絵劇団樫野木を主催し、児童演劇など子どもの演劇教育に力を注ぎ、未来ある俳優の卵たちの指導をされていました。また地球の平和や幸せを考え、地球友の会を設立し、事務局長として環境活動に尽力された他にもボランティア活動をされていました。その頃にはスピリチュアルな精神世界にもかなり踏み込んでおられたようです。そのことについては著書として、あの世が教えてくれた人生の歩き方で、あの世とこの世について詳しく記されているそうです。晩年の宮内さんは俳優としてというより、そういった方面に尽力されていたようです。ところで宮内潤さんは結婚して家族がいたのか調べたのですが、家族の情報は一切公表されておらず、今回の訃報に際し、代表理事を務められた地球友の会の公式サイトで直腸がんとの診断を受け入院加療しておりましたが、去る8月14日70歳をもって家族に見守られ永眠にいたしました。静かに送ってほしいとの個人の強い願いに従い、葬儀は近親者の身にて8月17日滞りなく済ませましたとお知らせが掲載されたのを見ると、ちゃんと結婚もされ家族がいたのだとわかるくらいでしかありませんでした。最後は安らかだったのではないでしょうか。宮内さんは生前からこう言っていたそうです。死ぬということはこの世でのお役目を終えて卒業し、
次のステージに行けるということでもあるのだから、どうか悲しまないでほしい、そう言っていたそうです。この言葉を聞くと、なんだか宮内潤さんが芸能界から身を引いたのも妙に納得できるような感じがしました。しかし俳優だったことは決して無駄ではなかったのでしょうね。いい俳優さんでした。どうか安らかにお休みください。ありがとう、ボン。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は宮内潤さん、再びお話を伺うのがこんな知らせだとは寂しい限りです。それでも私の記憶にはボンであり、反則の生き生きとした姿が今も残っています。今頃は七曲り署のみんなと募る話でもしているのではないでしょうか。どうか安らかに。合唱。